すまねえクライブ、俺もお前たちについていきたいんだが。いや、エンタープライズとの大事な伝令役なんだ。しっかり伝えてくれ。それと彼女の面倒も頼む。ああ、任せてくれ。みんなによろしくな。ご厚意に感謝します。行かせてよかったのかい。臨月も近いのにこんなところに置いておけないさ。それにかくまうなら隠れ家の方がいい。バルナバスは自らアカシアになり、ずいぶん前からアルテマに仕えていたようだ。俺をアルテマの器として完成させるべく世界に混乱を招いてまでな。ウォルード王国はそれで自らを破滅に追い込むような動きをしていた。ああ、だが奴が言っていた人の救済という思い、あれはおそらく本物だった。だからそこに付け入れられた狡猾なアルテマによって人の救済か。ジョシュ、俺たちは人か。いいや、ドミナントだ。僕たちは人じゃない。でも人でありたいと願ってる。それは僕も同じだから。アルテマと戦う、違うかい？いや、その通りだ。バルナバスは言っていた。まずはクリスタルはアルテマが廃止だと。アルテマ？奴が？マザークリスタルは大地から際限なくエーテルを吸い上げている。そのせいでエーテルが枯渇し、黒の一帯が広がった。もし奴の言葉通りなら、黒の一帯の元凶もまたアルテマだ。お前は何かつかめたのか？アルテマが求めているものはイフリートと、そしてフェニックスが一つになった姿。そう、クリスタル自治領でバハムートに打ち勝った僕たちの姿だ。あれがおそらくアルテマ本来の形なんだろう。奴は兄さんの体を使ってあの姿に戻ろうとしているのかも。いや、それだけじゃない。これはきっかけ。きっと本来の形、つまり肉体を欲するのは精神体のままではできないことがあるからなんだ。それにマザークリスタルからエーテルを吸い上げているのもアルテマ自身というのなら、肉体とエーテル、そうか、その双方を必要とするものは魔法しかない。アルテマは途方もなく強大な魔法を使おうとしているのかもしれない。それが奴の目的か。なおさらマザークリスタルを破壊しなければ、奴の企みを阻止して黒の一体も止める。ここからは俺たち兄弟の戦いだ。そのつもりだよ、兄さん。行こう、ドレイク・スパインへ。あの地で奴が待っている。
召喚獣オーディンの魔法障壁は消えた。これならストーンヒルへ向かえるはずだよ。ここから進めそうだ。何があったんだ。アカシアになった仲間に襲われて、このザマさん。それだけじゃない。オーク族のやつら、ウォルド軍の傘下にいたはずなのに、まるで誰かに操られてるみてえに急に手のひらを返しやがって。まさかオーク族もアルテマに。仲間はみんな死んだ。俺たちの王も消えた。ウォルードはもうおしまいさ。俺は王のために国に尽くしてきたんだ。なのにあの方は俺たちを捨てた。畜生め。何が王だ、何が神だ。くだらねえ。あんたベアラーだよな。この状況で生きてるってことはそうなんだろう。情けをかけると思って俺の願いを聞いてくれないか。この指輪をある場所に埋めてほしい。分かった、何とかしよう。よかった、ありがとうよ。城壁を越えて王都へ向かう道中にカエラズの森ってところがある。そこに死んだ親父とおふくろの墓が、二人の指輪も眠ってるんだ。その墓に俺の指輪を埋めてくれ。せめて最後は家族と一緒に。だが、
んて巨大な城壁だ。これがストーンヒル関門。王都はここを越えた先だ。突破するぞ、ジョシュア。ああ、兄さん。守備隊か。押し通るぞ。
分かって、兄さん。
少し休むか。大丈夫、先に進もう。見えてきたよ。ドレイクスパイン、最後のマザークリスタルだ。この辺りにも死体がないな。灰の大陸に来てから死体を見たのはわずかだ。アカシアになって灰に化したということか。行くぞ。開けろ。
ジョシア、もう少しでストーンヒルだ。いよいよだね、兄さん。静かだね。王とストーンヒルにはアカシアどもが渦巻いているはず。ここからの道は城へと続く橋だけだ。逃げ道はない。覚悟はできてるよ。Hold it up.
あの兵士が言ってたのはこの墓のようだ。お前の願い通り指輪を埋めた。家族と一緒に安らかに眠れ。じゃあもう生き残りはいないかもしれない。やることは一つだ。ああ、
銃まで刺激を。奴を片付ける。
まだやれるか。誰に言ってる。急げ、新手が来る前に。クリスタル神殿はドレイクスパインの根元にある。城を越えないと。行こう兄さん。
こっちの扉が開いてる。
の橋の先にクリスタル神殿があるはずだ。分かった、行こう。城の中だ。行くしかなさそうだね。
トルガ、ヤクガラ、トルガ、
お前に負担が。大丈夫だ兄さんは、なるべく力を温存して。ダメ。じゃキリがない。下がれ調子は。権限する。待って兄さん、ダメだ。クリスタル神殿はまだ先。ここで兄さんの力を使わせるわけにはいかない。じゃあどうしろって。
分間に合ってよかった。どうしてここが。ガブよ、ドレイクスパインへ向かうには必ず王都から天空橋を渡る。だからあなたたちの火星に行くならここに乗り込むべきだって。それにあの方も。まさか来てくれるなんて。約束を果たしに来た。ディオン・ドゥ・サージュ、助力に感謝する。では気候がイフリートか。ロズフィールド卿から伝言がある。最後まで自分を信じて戦え。兄上もきっとそうした。伝えたぞ。確かに。ありがとう、ルサージュ卿。ディオンでいい。おいおい、一仕事終えたって顔してるけど、まだ戦いはこれからなんだぜ。感動の再会はそれくらいにしとけよ。ああ、分かってる。必ず破壊する。あんたを見送るのもこれが最後かな。無茶はするなって言いたいけど無駄だろうね。売り物いろいろ揃えておいたよ。ばあさんにどやされるから金はもらうけど。助かるよ、グズ。後悔をしないよう支度はしっかりとね。商品を見ていくの？他に欲しいものはある？あ、はい、どうぞ。他に欲しいものはある？毎度あり。他に欲しいものはある？毎度あり。はい、どうぞ。他に欲しいものはある？はい、どうぞ。グッズハンマーへようこそ。他に必要なものはある？みんなが来てくれて助かったね。なんて心強いんだろう。さあ兄さん、僕たちもやるべきことを。クリスタル神殿へ向かおう。ああ、行こう。最後のマザークリスタルを破壊する。もうアルテマの好きになんてさせない。全てを終わらせるんだ。ドレイクスパイン、クリスタル神殿はこの先だ。覚悟はできてるか、みんな。シアどもがゾロゾロと。この場を任せろ。
あなたたちはマザークリスタルを思う存分やってこい。みんな、ジョシュア、ジョシュア、起きろ。兄さんなのか。ここはどこなんだ。ここは人のカモ。何じゃ、罪深き人を有する次元の狭間。アルテマ！ミュトスよ、そしてフェニックスよ。ここに何じゃ火の粉が揃うのもまた定め。何じゃはその身に刻まねばならぬ人の犯した罪の深さを。閉じ込められたようだね。だったら奴を倒して脱出するだけだ。決着をつけてやる。
どうやら進めってことらしい。渡りさえすれば人は救われると、すべてはアルテマの思惑だったとも知らないで。まだ道が続いている。行こう。故に人の持つ自我は
再現のない欲にまみれている。己の充足と優越感を欲した結果、ついには人の手によってこのバリスデアに苦労を生じさせた。これもまた人の罪に他ならない。人が自我を持ち、バリスゼアに黒の一体を生んだのは罪と。人の罪、それが奴と何が違う。アルテマ貴様は、して求める汝の姿よ。人の罪によりバリスゼアに生じた黒の脅威、このままではこの力エーテルが失われる。その焦燥に駆られた時、汝が生まれた。我は汝をまるで人が赤子を慈しみ育むように、召喚獣を食わせ成長を見守ってきたのだ。今こそ己が役割へと帰るがよい。そしてミュトスよ、黒の生じぬ世界の創生を。黒の一体、貴様だって生きるためにそこから逃れたんじゃないのか。人も同じ、生きるために自我を持ったんだ。お互い望みは同じだったのに、手を取ろうとは考えなかったのか。我が人となぜだ。宿儺に何を求めるというのか。汝の言は理解に苦しむ。汝が生まれた以上、人はもうその役目を終えたのだ。残す必要もあるまい。創生をもって人は滅す。どういう意味だ。我に背き罪を犯す人など、まことあるべき世界には無用なもの。この世界は我がもの。そこにあるものをどうしようが我の自由ということだ。ここは俺たちの世界だ。勝手なことをさせるか。何、我は世界の断り。その力を制するはたやすい。兄さん、俺たちならやれる。ああ、
操作。自我を持つゆえにあだなすか。心得る。誠の主に覆すことなどありはせぬ。汚れていても、ここは俺たちが生きてきた世界だ。俺たちと貴様とどちらかしか残れないのなら、貴様が消えろ。この手で世界を黒から救う。自分たちの意志で生きていくために、もうお前の好きにはさせない。ここで終わりだ。Thank you.
罪を重ねるつもりと。どうなってる？景色が変わってる。そろそろ終幕ってことか。ああ、もうたくさんだ。ここで終わらせてやる。待ちわびた器よ。だが主にあだなした。この大逆の罪は捨ておける。今ここで汝のその肥え太った自我を滅する。
なあクライブ、シドウを名乗るお前は誰かを救えたのか。マザークリスタルの破壊、たくさんの人を不幸にしてしまったわ。結局志など何の役にも立ちはしない。所詮は綺麗事なのよ。後にも先にも、そこにあるのは積み重なった死体の山だけ。そう、どんなに頑張っても報われることはないんだ。だからもう無理はしなくていいんだよ。そうなのかもしれない。お願い、誰か私を助けて、誰か私を愛して。どうして、どうして手に入らないんだ。こんなに願ってるのに。人が自我を持ったがために己の欲望に固執する、不完全な存在となった。それゆえ自らを苦しめ、あやめ、自らの欲望で世界さえ壊してしまう。なら何も考えない方が楽になれる。ああそうだな。クライブ！クライブ！これは幻だ。すぐに終わる。帰ろう、兄さん。兄さん。あなただよ、クライブ。クライブ。これでも迷わない。そうだ、俺はクライブ・ロズフィールドだ。兄さん、アルテマ。ミュートス、ここまでしても自我を消すことができんとは。しかし、なぜフェニックスがここに。外界から干渉することなど人の身にできるはずが。いや、元よりここにあったのか。ミュートスの自我にフェニックスの像が刻まれ、思念によって
その実体を得たとでも。思念が人を創造。人の思念、思いとはこれほどまでの力を。ここから出させてもらうぞ。目を覚まして、兄さん。ジョジョ、俺は大丈夫だね。奴の支配から逃れた。それより、ロゴスに偽りの神となろうというか。進化の道を外れ、我と肩を並べようなど。これ以上汝の見ままを許しはせぬ。一体何をする気だ。オリジンをもって我本来の力をよみがえらせる。そして汝に耐え難き絶望を与え、文字通り肉の器としてやる。我が力、思い知れ。全てのマザークリスタルは消滅し、エーテルを集めるという役目を終えた。長きにわたる計画も間もなく終局を迎えようとしている。お前もまたその眠りから覚める時だ。さあ、雨かけよ、オリジン。
ドレイクスパインは消えたってのに、あいつらどこに行っちまったんだ。おい、あれを見ろ。エーテルが集まってる。一体何が起こっている？わからないわ。戻ったのか。クライブ、ジョシュア、ゼル、みんな無事か？平気よ。何があったの？詳しくは後だ。見ろ、エンタープライズを出せ。聞くぞ、目的は果たした。世の役目だ。頼む。みんなに状況を伝えた方がいいな。オットーに話して集めてもらおう。あれを見てると、くれたんですね。支援品の確認ですね。まだお渡しできなくて、時々覗きに来てくださいね。戻ったか、クライブ。空に浮かぶあの気味悪い塊は何だ？一体何があった？これから状況を説明する。みんなを集めてくれるか？わかった、ちょっと待ってろ。集まったか。察しの通り、空に浮かぶ黒い塊はアルテマの仕業だ。そしてあの内部にはオリジンと呼ばれるものが存在している。そのオリジンのせいでクリスタル自治領は壊滅、我が祖国は失われたわけだ。自治領にあった戦闘、あの遺物は古い文献にも登場する。あれはおそらく地表に出ていたオリジンの一部だったのだ。
イニシエの時代からあの場に眠っていたとは驚きだ。黒い塊が現れてから突如アカシアに襲われて各地が混乱しておる。ランデラですらな。一体どうなっているというのか。各地でアカシアが増えてるらしい。要所には石の剣を向かわせたが、それもいつまで持つのかわからねえ。この隠れ家では具合の悪くなった人が出始めたわ。まさかアカシアになるなんてことないとは思うけど。もしかしてあの塊はエーテルを吸収してるんじゃないかしら。マザークリスタルのようにエーテルが集まるのが見えたの、ストーンヒルで。だとすれば黒の一帯が急速に広がっているという報告にも納得が。あれが大地から強引にエーテルを吸い出してだとしたら、地上のエーテル濃度も上がっているかもしれない。それがもしや原初のくさびの効果を加速させてアカシアたちの増加に。そういうことか。問題ない。アルテマは言っていた。オリジンを持って本来の力を蘇らせると。つまりオリジンに行くことができれば、どんな形であれ奴とまみえるはずだ。でもあんなとこまでどうやって行くんだ。空は飛べないぞ、さすがのエンタープライズも。それはここまでにしておくか。この場で考えても結論が出るもんじゃないだろう。各々で対応できることから始めてくれ。クライブ、いいな。なあ、そうしてくれ。さあ、それじゃ一旦解散だ。ここまで来たらジタバタしてもしょうがない。疲れたろう。お前も少し休め。分かってる。どうしたんだ、ジョシア。たとえ俺たちがアルテマに作られた存在だとしても、こうやって生きている。どんなに無様で愚かだろうが、俺は生きるために戦いたい。それはアルテマも同じだった。生き残るために新たな世界を作ろうと。つまりこれは互いの生き残りをかけた戦いなんだ。人と神のね。そしておそらくどちらが勝ったとしても厳しい世界が待っている。アルテマに負ければ人は滅び、勝っても得られた自由は間違いなく人に新たな枷を生み出してしまうから。だが人には意志や思いがある。いつかその枷を外せるはず。困難でも、いくら時間がかかっても、みんなが手を取り合って何倍もの力で立ち向かっていけるだろう。俺はな、ジョシュア、
信じてるんだ。人が人として生きられる場所はそんな世界だと。そうだね、僕たちは信じる道を進もう。どうやってオリジンまで行くか。僕の翼であそこまで飛ぶ。かなりの距離を飛ぶことになる。お前の体調だって万全じゃない。体を気遣え。兄さん、僕はフェニックスのドミナントだ。きっと何とかしてみせるよ。これは僕たちの問題だろ。わかった。頼む。決して無理をするなよ、イーナ。戦うのは俺の務めだ。頼りにしてる。待て、ジョシュア。キコーラの目的はアルテマを撃つことだろう。ならば、本陣を叩くまで戦力は温存すべきだ。イフリート。気候に召喚獣の力を食われたドミナントもまた権限できるというのはまことか。ああ。しかしあれは己を捨てる行為だ。はあ、ヨガオリジンまで送ろう。その力は決戦まで取っておくといい。ディオ、なぜ。下手をすれば人としての全てを失いかねないぞ。彼の地までは持たせてみせる。一度は失った命だ。もう恐れないさ。それにアルテマにも大きな借りがある。一人でも行くつもりだったからな。感謝するよ、リオ。礼なら終わってから聞こう。ディオン・ルサージュは覚悟を決めた。俺たちも行くぞ。そうだね、しっかり支度をして出発しよう。あとはジルとも話しておかないと。自宅は済んだの？あらかたな。アルテマを倒してくれよ。奴はバリスゼアに災禍をもたらし、あまたの人生を狂わせた。今度こそ全てを終わらせる。神を相手に戦うんだ。これまでで一番の大戦になるな。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。待ってるから。約束しただろう、また一緒に月を見るって。ええ、信じてる。